はい、こんにちは、こんばんは、たかです。もう今週の主役も円ですかね。ドル円、月曜日160円つけたりもしていたんですけど、現在153円ということでね、この円が絡む通貨、まあ、ドル円だけではないんですけども、相当大きなボラになっています。まあ、介入なんかもあったりと、かなりまあ騒がしい1週間にはなっていたわけですけども、ただまあこういった値動きになったきっかけが、介入だろうがなんだろうが、やっぱり僕はもう大事なポイントを割ってくればやっぱりね、簡単には買えないですし、しっかりサポートされたら買っていくということで、まあ見方は基本的に何も変わらないですね。あとは皆さん、注目度やっぱり低かったかもしれませんけどね、ドルもそこそこ面白い動きをしています。なので、まあ、円相場がすごくボラがありすぎてやりにくいという方はね、ドル絡みの通貨、ドルストラカを見ていくのも面白いと思いますね。今週は途中で4月から5月に変わったりもしてますんでね、4月の月足なんかも見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、日足に月足を重ねています。4月の月足はこちらになるんですけどもね、ドル強かったですね。ただこれ直近の高値、まだ抜けていない。このすぐ上に赤いラインがあるんですけども、実はこれは去年の最高値なんですね。ちなみに下のこの青いラインが去年の最安値です。ですから今の環境というのは去年の最高値と最安値、これに挟まれたレンジ相場ということになるわけですけども、なので今のドルの環境というのはこの去年の最高値、これを伺う動きになっているということですね。まだブレイクしていませんから、ブレイクしてくるかどうかはわからない。ただこのドルの強さというところはこう相対的な部分もあるかと思うんですね。例えばユーロなんかはね、そろそろまあ利下げなんかもこれはもう視野に入っていますから、そうなるとまあ相対的にこうドルには買いが入ってきやすいとか、まあ、そういうこともあるかもですね。ただ、とはいえまだ高値抜けていません。これ抜けていれば全然話変わってくるんですけどね、まだ抜けていない。今月に入ってから少しこう調整売りなんかも入っていますけども、まあ、高値圏から売りが入っていると考えればね、特にまあ違和感ある動きでもないですよね。ただ、まあ、4ヶ月かけて上げてきたトレンドですからね、そう簡単に崩れるとも思えない。すぐにスコーンと売りが入ってくるとはあまり考えない方がいいかもですね。下がれば押し目買いが入ってくるという環境はまだまだありそうです。はい、変わりまして、こちらが4時間足、週足を重ねています。週足を見ても上昇トレンドはしっかり見えてはいますけども、ただ一旦抵抗を受けてますよね。なので現在は調整局面。そして、まあ、押しが入ってきているわけですから、まあ、ひとまずのこの調整の目処というのをね、見ていきたいわけですけども、まあ、ざっくりと見ていくんであれば、まあ、フィボナッチなんかを当ててやるのが一番こう分かりやすいかなと思います。例えばこれぐらいのサイズの調整は少しこう疑って見ていきたいと。そうするとまあ今週結構大きな陰線になってるんですね。ドル今週売られたんです。なので、まあ、今週ドルは弱かったということなんですけども、来週もこの継続してドル安、ドルの売りを見ていくのかどうかと考えたときに、ここまでの動きを見ていくのはちょっとこう違和感はあるんですね。僕はその前にやっぱりここの調整局面を疑いたいですから、もともとチャートも強いですね。流れが止まればこう押し目買い環境なんかもある中で、まあ、この押し、これもまあサイズ感から見ていけばこのぐらいの押しはまあっても当たり前かなというふうに思うんですね。このあたりでサポート見えてくれば、まあ、買いなんかも入ってくるだろうと。まあ、このあたりを調整局面と見ていけばね、買いが入ったり売りが入ったりという値動きも想定したいわけで、来週はこのあたり、どこかにこうサポートは見えてくるんじゃないかなと。ドルの買い場が見えてくることも想定はしておきたいですね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。ただこの日足環境を見ていくと実はちょっとこう景色が違うんですね。上昇トレンド、現在流れが止まって、まあ、調整局面、ここまでは見ていけるかと思うんですけども、この調整レンジから下に抜けてきたのが今週の動きになります。まあ、これも週足環境で見ていくとね、この波のサイズ感というのはちょっとこう違うんですけども、それでもこう上昇トレンドの押し目買い環境というのは変わらないと思うんですね。ただ今週、まあ、特に木曜日ですね、大事なサポートを割り込んでしまったということで、この割り込んだという動きが見えてくると高値からの下落トレンドが見えてきてしまいます。最悪、この波の起点までの下落は見えてくるわけで、まあ、この動きにね、かなりまあ警戒はしてたわけですね。ただこの金曜日の動き、かなり下髭長い形をつけていますけども、これがちょっと面白かったですね。最初のきっかけは雇用統計。これ悪かったですね。まあ、雇用者数も事前予想に届かずと、失業率も悪かったですね。まあ、これを景気後退と捉えれば、これはもう実際も近づいてくるということになりますから、まあ、これはドル売り材料になってきますよね。当然まあ初動、売りが入ってくると、まあ、これはわかるんですけども、この後の ISM がかなり面白かったですね。この ISM、結果としてまあ50を割り込んだんですけども、これ、まあ、1年以上ぶりの低水準だったんですね。この ISM というのはこの50を割り込んでくるかどうかというのが大きな判断材料になってくるんですけども、この結果というのはアメリカ経済、これがまあ少しこう勢いがなくなってきているというね、そういった証明でもあるかと思うんですね。ということはこれもドル売り材料だったと思うんですね。
ただ、まあ、終わってみればこれなわけです。下ひげつけた形で、ドルは買い戻されています。ドル売り材料、こういったものが出ている中でドルが買い戻されている。これを来週どう捉えていくのかが、まあ、参加者の、まあ、判断の分かれ目になってくるかなと思うんですね。先ほども触れましたけどね、下に抜けたことで、青い下落トレンドは見えてるわけですけども、このように一旦サポートがもし見えてくると、まあ、そもそも赤い上昇トレンドの押し目買い環境、これはこの青いライン、これを割り込んでくるまでは変わらないわけでね、押し目買い環境っていうのはバックにずっとあったわけですね。ただそれよりも、この青い下落トレンドがこうより強く見えていましたんでね、まあ今はこちら優先で見ていたわけです。ただこの動き、一旦サポートが見えてきたということになりますから、まあ再び見えてくるのは赤い上昇トレンドの押し目買い。ちょっとこう突っ込んだところでは、ドルは買い戻されてきたというのが、まあ、今回のこの値動きだったと思うんですね。こうなると、この青い下落トレンドを見ていくよりも、押し目買い環境を見ていく方が、まあ、ちょっとこう面白くもなってきそうで、加えて、まあ、先ほど見た週足環境、このあたりを調整局面で見ていくんなら、まあ、程よい押しなわけですよね。まあ、サポート見えれば、まあ、一回買ってみるのも面白いのかなと、そういった一回サポートが見えればという動きが、まあ、この金曜日の動き、このあたりにあったのかなと。この下というのは、まあ、下がれば買いが入ってきやすいという、まあ、そういったのが金曜日のこの動きで見えたかなというふうに思いますんでね、来週は、押したところは押し目買い、ドルの買い場を探っていくというのはちょっと面白そうですね。ただ青い下落トレンドが崩れているわけではないですからね、まあ、勢いよく戻ってしまったりすると、まあ、これは当然ですけどもね、戻り売りなんかが入ってきてもおかしくないわけですから、ですからこうドル売りがノーチャンスというわけでもないですし、ドル買いがノーチャンスというわけでもないように思うんですね。むしろ買うんであれば買い場、売るんであれば売り場、これを丁寧に探っていくというのが来週のポイントになってくるかなというふうに思うんですね。ということで、来週の戦略、ドルに関しては、押してきたところの押し目買い、強く戻りが入ったところの戻り売りというのは見ていこうかなと思います。はい、変わりましてこちらが、円指数になります。日足に月足を重ねています。先月、4月の月足ですけども大陰線ですね、大きな売りが出ました。まあ、とにかく円が弱かったということで、5月に入ってからもこのトレンドの継続というのを意識していたわけですけども、ただまあ介入関係でね、少しもう流れが変わってしまいましたね。ただまあ4月の高値を抜けているわけでもないですから、まあ、言ってしまえば月足ベースでは腹見足です。いまいちまだ方向感はないということにはなりますね。ただまあそれでも一旦このまま行くと流れは止まりそうで、流れが止まってくるなら調整局面、僕なら見ていきたいなと思います。調整ということは、まあ、どこかのタイミングでは円は強くなってくるでしょうし、どこかのタイミングでは再び円に売りが出てきてもおかしくないかなとも思っています。ただまあ大事な高値安値はなかなか抜けていかないんじゃないかなという感じですね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。ただこの週足環境を見ていくとちょっともう景色が変わってしまってますね。先週の高値は抜けてきています。もともと下落トレンド、まあ円がかなり弱かったわけですけどね。先週ブレイクした動きは否定されていますんで、これは再び、それまでに見えていたこういったサポートですね。これを再び見ていくことになるかなと。このあたりは調整レンジと見ていくことにもなるかなと思いますから、すると今のこの現在地、高いか安いかと見た場合、まあ、このレンジを基本に見てしまうと、これレンジの安値圏なんですね。もう少し円は買い戻されてもいいのかなと。まあ、下落トレンドの戻り売り環境というのはね、道中はあったかと思いますけども、結果的にもこれ強い戻りで、否定されてしまってますんで、戻り売りの失敗ですね。ショート勢が苦しい状況が今の環境だと出てるかなと思いますから、こういった環境が解消されるまでは円の買い戻しを強く意識して見ていこうかなと。仮に押しが入ってくればこれも押し目買いはしっかり見たいところですね。はい、こちらが1時間足、日足を重ねています。日足を見ていくと、この大きなボラになってきたタイミングというのが分かるかと思うんですね。もうここですよね。ですから、ここを割り込んだから今の円相場というのは大相場になってるわけですね。ただ今週、介入なんかもあってのことではありますけどね。まあそれでもこう強い戻りが入ったわけですね。まあ、するとここは過去のサポートライン、ここを再び回復してきたということになりますから、まあ、このサポートは今後やっぱり見ていくことになるかなと思うんですね。まあ当然これを割り込んだら、また少しこう環境が変わってしまいそうだということになりますけども、まだ割り込んでないですからね。割り込んでくるまではこのあたり、バックに円を買っていくのも一つ面白そうということになります。あとは、再びこう円を売っていこうと考えていくんであれば、例えばここみたいにね、もう一度明確なブレイクが欲しいですよね。こういったブレイクが見えてくれば話は変わってくるかなと思うんですけども、まあ、今のところまだそういった動きになってないですから、まあ、そういった景色が見えてくるまでは円に関しては押し目買いを徹底して見ていこうかなと。結果、まあそれがブレイクになってくればその時にこう目線を変える、環境を変えていこうかなと思います。
はい、変わりまして、こちらが通貨の強軸チャートになります。今週はもう本当に大きなボラになりましたけどね、この犯人がやっぱり円相場ということで、特にもうこの介入っぽい動き、ここと、まあ、ここになりますけども、まあ、これが介入じゃないかと、まあ、言われているところですね。まあ、一部ね、このあたりもステルスの介入があったんじゃないかみたいなね、そういったニュースも流れたみたいですけども、まあ、この答え合わせというのは5月末にならないとわかりません。そこをこういろいろ考えても答え出ないですからね。それよりも今与えられた環境から買うか売るかを決めないといけない。はい、ということで、まあ、日によってこう環境変わりすぎてましたんでね、1週間をつなげた、通貨強弱ですね、1週間の通貨強弱をここに表示しています。まあ、とにかく円が買い戻されましたんで、円が強いのはもう明らかなわけですけども、一方でこのドルですね、このドルがすごく弱い。もちろんこれ介入があったというのが事実なんであればね、ドルの方に売りが入ってしまうわけで、まあ一部こういった値動きになっても仕方がない部分、こういったのはあるかと思いますけども、ただまあドルというのは円と比べても巨大ですからね、少々介入したところでこのドルの環境を変えるとか、トレンドを変えるなんてことはできないわけですね。まあただ結果、これドルに売りが入ったということはドルが弱かったということにはなります。ただ、このあたりの値動き見ていると、少しまあ底堅い動きも見えてるんでね、このあたりがどうなのかなと思うところ。一方で、ドルに売りが入っているわけで、例えばまあ5ドルとかね、このあたりは買いが入ってくるということで、まあ、今週この5ドルはすごく強かったんですけどね、こういった値動き、これ自体は僕は違和感はないんですね。むしろ違和感があるのがユーロやポンド、この2通貨弱くないですかね。特に金曜日の雇用時計、ドルがバーンと売りが入ったタイミング、まあ、5ドルはいい反応してますよね。一方でユーロやポンド、これ全く反応がないのが分かりますよね。この2つが共通しているのが、まあ、近いうちに利下げがあるんじゃないかなということですね。まあ、特にこうユーロに関してはね、6月の ECB で利下げはあるかもしれません。一方でポンドはまだ分かりにくいところがあるんですけども、これが来週の木曜日、BOE があるんですね。まあ、そこで利下げとはならないと思いますけどね。ただ6月とか近いうちの利下げ示唆みたいなね、そういったことは出てくるかもですね。ですからこうドルに売りが入ろうが買いが入ろうが、このユーロやポンド、このあたりはなかなか買いが入りにくいというようなね、環境としてあるのかもですね。そうするとまあユーロやポンド弱いということになりますから、強い通貨が見えてくると、強い通貨を買ってユーロやポンドを売っていけば、まあいい流れに乗れそうだという流れ出てくるかもですね。まだまだ円が買われてくるんだと思うんであればね、円を買ってユーロを売るとかね、ポンドル、まあ、つまりユーロ円のショートとか、ポンド円のショートなんかは面白くなってきそうですし、ドルも買い戻しを期待していくんだればね、ユーロドルのショートとかね、ポンドドルのショートなんか面白いかもですね。逆にこうドルに売りが入ってしまっても、ユーロもポンドも弱いままですからね、そんなにこう大きな動きにならないということで、来週はユーロ売り、ポンド売り、このあたりはちょっとこう注目をしてみても面白いかもですね。特に今こう円の買い戻しが強く出てますからね、この買い戻しがもうしばらく続くようだと、弱いユーロ、弱いポンド、まあ、ユーロ円の下落とか、ポンド円の下落というのはこう強く反応してくるかもですね。はい、変わりまして、こちらがドル円の日足、月足を重ねています。月足で見ていくと、まあ、先月が大相場でしたね。これ4月ですけども、高値を抜けたということで、まあ、これは上昇トレンドがしっかり見えています。まあ、160円タッチなんかもあったんですけどね。ただ今月に入ってから、まあ、介入仲間って売りが強く出ています。まだこの月足、今月始まったところですからね、どうなるかはわかりません。この後、お買い戻しが入ってくれば、月足は下髭をつけていくことになりますから、まあ、正直まあこの月足環境で見ていけばね、この押しよりもブレイクという事実の方がやっぱりちょっとこう重いですよね。下がれば買いが入ってきやすい環境というのはあるんじゃないかなというふうに思えてしまいます。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。ただ先ほどのチャートというのは月足チャートなんですね。1ヶ月通して、まあ、押し目買いはされてくるかなという話になってくるわけで、目の前の動きを見てるとそうはいかないわけですね。例えばこれ週足環境ですけども、上昇トレンド、今週の週足は先週の陽線を包んでいる包み足、まあ、いわゆるブレイクの否定ですね。一気に売りが入ったことで、まあ、押し目買い勢にとってもちょっとこう苦しい状況が見えています。ドル円に関してはこの152円というのが一つの抵抗帯になっていて、この抵抗を抜けてきたから大相場になっているという側面があるんですね。もう少し細かく、例えば日足環境で見ていくとね、その先155円を抜けてから、よりこう大相場になったという事実もあるんですけども、まあ、結果的に今週の週足というのは、こういったブレイクを全て潰したということになりますから、まあ、上値が重かったということにはなりますよね。これが介入によって、強引に売りを入れたというのが事実だったとしても、今目の前にある事実は潰されたという動きになってきますから、まあ、つまりは円が買い戻されているということですからね、この円が買い戻される環境というのは、来週ももう少しこう見ていくということにもなってはきそうです。
はい、こちら1時間足冷やしを重ねています。冷やしを見てもちょっと売りが強いですね。下落トレンド、上昇トレンドが崩れたという環境が今ここには見えてるかと思います。押し安でも割れてますからね。やっぱり今見ていくべきは高値からの売りのトレンドということになってくるかなと。なのでこのあたり、例えば金曜日なんかはね、少しこうドルが買い戻されたりもしてますんで、一旦サポートは見えてくるのかもしれませんけども、この結果戻りが入ってくるんなら、この戻りも叩いていくということにはなってはきそうです。ただここで少し難しいのが波のサイズということで、これね、チャートの方を見てるとちょっとこう見にくいんですけども、これ高値158円から153円まで一気の下落なわけですね。これが流れが止まって、調整の動きを見ていくわけで、調整ということはレンジを想定僕はしていくんですね。レンジを見ていくわけですから、高値とか安値、これはある程度時間が経てば見えてくるんですけども、この調整のレンジのサイズ感というのもそれなりにやっぱり大きなサイズにはなってくるかなと思います。すると現在152円に突っ込んで少しこう153円に戻ったりもしてますけども、サイズから見ていくと、例えば155円をタッチするとかね、このぐらいの戻りなんかをある程度想定しておかないといけないわけで、それだけ今の相場というのはボラが出やすいということですね。特に、ドルインデックスの方をね、見ていただいた方は分かるかと思いますけども、ドルの買い戻しにも来週はちょっとこう備えたいところですね。円が動かなくてもドルが買い戻されたら多少のリバウンドなんかは出てきますんで、今週で皆さんね、慣れてるかもしれませんけどね、来週もこの円が絡む通貨に関しては、それなりのボラティリティ、下がったり上がったりという値動きは出てくるだろうというのは、想定して値動きは追っていかないといけないと思います。ただそうなるとね、値動きばかりを見てしまうと、こう値動きに翻弄されてしまうということにもなってきそうですから、一つの基準は欲しいですかね。155円を抜けてきたから、これだけの大相場が出てきたわけでね、今は割り込んでますけども、もう一度こう強い流れを見ていこうと思えば、この155円は抜けないといけないかなと思いますし、となってくると155円あたりまでのリバウンドなんかはね、あってもおかしくないかなと思いますけども、ここから上というのはもう話が変わってきそうだというふうにも見えますし、下もそうですかね、152円前後というのは過去に抵抗になっていたところなわけでね、このあたりは、割り込んでくると、少しこう流れも変わってきそうと。もしくはここレンジを作ってましたんでね、レンジの高安で見ていくんであれば、151円というのも一つのサポートの候補にはなってきそうです。これを割り込んでくると、いよいよ本格的な波の反転も見えてくるということになりますので、正直そこまでを見ているわけでもまだないんですよね。今のところこう大事なサポートや大事な抵抗というのは、すぐ上すぐ下に見えてるかなと思いますから、これ挟まれて上下に激しく動いてはくるかと思いますけども、この重要なポイントはなかなか抜けてこないんではないかなと。なのでこうトレード戦略というところで見ていくんであれば、大きなレンジを想定ですかね、下がったところ安値圏でやっぱりロングは狙っていくの面白そうと、逆に高値圏なんかはショートを狙っていくのが面白そうということにはなってくるかなと思います。はい、こちらが15分足、4時間足重ねています。短期足見ていくとも下落トレンドしか見えてこないんですけどね、ただ一旦やっぱりこれ流れが止まってるようには見えますよね。これが雇用統計、あと ISM ですね。どちらもドル売り材料だったと思いますけどね、このドル売りが、なかなか続かなかったというのはちょっとこう面白い点かなと思います。なので一旦このあたりでね、調整局面を疑って見ていきたいですかね。となってくると、下に押してきた場面においては押し目買い狙っていくの面白そうと、逆に、戻りが入った際には上値からの売りは見ていくの面白そう、こちらは円買いという感じですかね。下落トレンドが止められたということになりますんでね、このあたりの調整局面見ていけば、154円の真ん中あたり、このあたりまでの戻り、もしくは155円あたりまで見てもいいと思いますけどね、このあたりまでの戻りというのは、あってしかるべきかなというふうにも思います。ですから来週もかなりのこうボラはありそうですけどね、ただ上がったり下がったりという値動きにはなりやすいかなと思いますから、高値圏でロングが捕まらないようにとかね、安値圏でショートが捕まらないようにとか、そのあたりはこう注意はしながら値動きを追っていくということになってきそうです。ですから特にこうスキャルピングなんかをやってる方はね、やっぱりもうボラがすごく大事ですからね、今みたいな相場は本当にいい相場だと思いますね。逆にトレンドを見てる方もね、よく動いてくれるんでいいんですけども、ただちょっとこうね、見方を誤ると、目線こう振らされてしまうことはありそうですから、そちらはやっぱり注意はしないといけないですね。ドルに関しても下落トレンド、お流れは出てますけども、今はもう調整局面と見ていく方がいいのかなと、下から買う、上から売る、このあたりは意識して見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウの CFD、日足に月足を重ねています。4月の月足、実は大陰線なんですね。それまで強かったダウですけども、もうこれは完全に流れが止まったかなと、調整局面を疑って見ていくことになります。今月に入ってからダウが買い戻されていますけども、大した戻りでもないですね。
まあ、それよりもインパクトとしてはやっぱり流れが止まってしまったというのが、強いかなと思いますから、戻りが入ってくるなら、まあ、高値バックに売っていくのが、まあ、一つの戦略にはなってきそうです。はい、こちらが4時間足、シワシを重ねています。まあ、シワシだとこのあたりをレンジと見ていくのが一番妥当かなという気がしますね。すると今のこの現在地はレンジの真ん中ということで、少し場所としては中途半端、流れとしてはレンジの下から買いが入ってきてますから、まあ、レンジの高値までを目指すというのは一つ流れとしては見えてきますけども、ただまあ上位足の環境からもこの高値を抜けるまでは今は考えていませんので、どこかでも上値が重いポイントは見えてくるかなと思いますし、見えてくれば一旦ショートを見てくるのもありだと思いますね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見ていくと、まあ、直近の高値は若干抜けてきてますからね、まだこの上昇余地は残っていそうで、来週も高値更新はあるかもですね。ただ、曲がれば上がるほど、このあたりの調整レンジの高値圏に近づいてくるということになりますから、上値が重いポイントはどこかに出てくるかなと、高値掴みだけは十分注意ということにもなっておきそうです。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、日足に月足を重ねています。日経平均もまあダウとほぼ同じようなチャートですかね、上昇トレンド見えてますけども、一旦流れが止まっています。ですから今後は調整局面見ていくという環境ですけども、はい、こちらが4時間足、シワシを重ねています。シワシを見ていくとも高値安に見えてるかなというふうに思うんですね。下が3万7000円、上が4万1000円あたりですかね。今の現在地はレンジで見た場合は安値圏から買いが入ってきてるかなというふうに思いますんでね、まだ若干上げ余地はあるかなというふうに思います。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。まあ、冷やしを見ていくと、やっぱり売りのトレンド、戻り売り環境なんかも見えてくるんで、この高値抜けなければちょっとやっぱりしんどいと思うんですけども、まあ、レートが3万8500円あたりですかね、ここを抜けてくると短期の上昇トレンドも見えてきますしね、上位足の環境からも上の流れが出てくると直近の高値を目指した上昇というのはあってもいいのかなと思いますんで、まあ、来週はこの 38,500 円、抜けてくるかどうかが、まあ、最大のポイントということになってきそうですね。ダウなんかもいい戻りが入ってますからね、それに引っ張られてくると、高値ブレイクなんかはあるかもですね。安値も切り上げていますから、まあ、直近の目の前の動きを見ていけば日経平均はちょっとこう強さを感じます。高値更新なんかも視野には入ってきているかと思いますね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、日足に月足を重ねています。金はここ最近大相場なんですね。3月4月とすごい動きをしてるんですけども、ただこの4月の月足ちょっとこう気にならないですかね。かなりこう長い上髭をつけてるわけですけども、まあ、4月の、まあ、いわゆるロング勢ですか、4月ゴールドをロングした人たち、まあ、大半が含み損という状況ですよね。この実体部分で取引をしている人、実はもうほとんどいないという状況です。それだけまあこの上髭のインパクトは強いですよね。はい、こちらが4時間足、シワシを重ねています。シワシを見ても上昇トレンド見えているんですけども、まあ、2400ドル前後ですかね、一旦抵抗が見えています。なので、まあ、調整局面を見ていくわけですね。あとはまあサイズ感、例えばフィボナッチなんかを当ててやると、押しの目処というのが大体こう見えてくるわけですけども、今週、ちょっとこう陰線が出てるわけですけどもね、調整レンジとしてはもうこのあたりが、まあ、いいところなのかなというふうに思うんです。まあ、つまりこう相場が本当に強いんであればね、このあたりから押し目買いが入ってきてもいいのになと思うんですけども、今週陰線なわけですよね。なかなかまだ買いが入ってきているという状況にはありません。来週も陰線になってくると、今度は波の起点までを目指した下落という流れ、まあ、つまり行ってこいみたいな動きがちょっとこう見えてきてしまうんですね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見ていくといくつか、ここで足場を作っているんですけども、これ足場を作るたんびに下の方に今抜けてきてるんですよね。まあ、これを結べば下落トレンドになるわけですけども、今はこの足場の中の動きですね。なので、まあ、調整局面内の動きということになりますから、まあ、大してこうトレンドが出ているわけでもないんですけども、上位足でも見たように、例えば4月のロング勢、これはもう全員含み損の状況。こういった状況で仮にこう強い買いが入ったとしても、まあ、やれやれの売りが出てきてしまうかなと思うんですね。上値は重くなりそうだと。一方で下の方に抜けてしまうと、ロング勢の投げなんかも出てきやすくなるかなと思いますから、下の方に抜けたら走りそうだという、まあ、そういったね、需給的な環境もちょっとこう見えてくるんじゃないかなと思うんですね。3月4月とね、まあ、かなりこう金相場というのはすごく強かったわけですね。長期的な目線で見ていけば僕はまだまだね、この金に関しては強い流れが出てもいいのかなと思いますけども、目先の動きを見ているとちょっとこう上がる流れにはなってきてないんですよね。まあ、来週も個人的にはね、一回こう下の方に抜ける動きはあってもいいのかなというふうに思いますんで、金に関してはショートをしていく場所をちょっとこう探っていこうかなと。まあ、逆にロング見ていくんならこの足場の高値ぐらいを抜けないといけないですね。2320ドルとか30ドル。このあたりを抜けてくると、まあ少しこう景色は変わってきそうですけども、そこまで動きを見ていくのはちょっとこう難しいように思いますけどもね、どうでしょうかね。
はい、ということで、まずはドル円ですけども、介入の効果もあって売りが強く出てきてます。円の買い戻しも強く出てますね。ただ一方で、例えば波の起点、152円とかね、こういった重要なところはまだ割り込んでいません。ただもう一方で155円、これも僕はもうかなり重要なラインだと思ってるんですけどね、こういうところはもう割り込んできてるんですね。ですから今のこの現在地は重要な高値、重要な安値が上位にあるような状況ですからね、なかなか来週に関してはこの重要な高値安値は抜けていくまでの動きにはなってこないかなと。ということはもうこの中でレンジを組む、下がったり上がったりという動きは想定しておきたいですね。ということはまあ戦略としては下がったところのロング、上がったところのショートというのがメインのシナリオということになっておきそうです。はい、あとはちょっとこう悩ましいのがドルインデックス、かなりこう売りが強く出てるんですけどね、サポートも割り込んではいるんですけども、金曜日のこの下髭、特にこう内容としてはドルが売られてもいいのになと思うような内容だったんですけども、そこからの買い戻しはかなりこう強いです。これを一旦のサポートと見ていく場合、週足環境の調整レンジなんかも同時に見えてきますんでね、安値圏からの買いがドルは入ってくるかもしれません。それだけのこうインパクトある動き、ドルにはあったかなと思いますからね、ドルに関してはこう押しがあれば一旦拾っていくイメージで値動きは見ていこうかなと思います。ということは、ドル円なんかを押しを拾ってみるのが面白そうと、ドル相なんかは上がったところをショートで狙っていくのが面白そうということになってきそうです。はい、一方でこの円相場に関してはね、やっぱりもう完全に行ってこいですからね、再びもこの大事なサポートを割り込んでくるには相当なパワーが必要になってくるかなと思います。今のところまだサポートありそうで、このサポートが見えてるうちはこの辺りバックに円買いはもう少し出てくるかなという気はしますけどもね。そうするともしかしたらドル円はね、円買いドル買い相場ということになってしまって動かないということもありそうですね。そうすると場面によってはね、ドル円よりも黒線の方が面白い場面も出てくるかもですね。ただこの円相場、かなりボラは出てきそうですからね、値動きに翻弄されないようには注意が必要だと思います。ということで、来週はドルの底堅さ、円の買い戻し、このあたりを中心に値動きを追っていこうかと思います。今回は以上になります。それでは来週も頑張っていきましょう。